島田製法は日本の俳人、翻訳家、新聞記者、教員。本名は島田県平。羅。の島田は島田と書くのが正式であるが、一般に島田の表記も用いられる。配合の製法は故郷の山、青峰山に由来する、三重県東市郡松山村出身。大正時代末期に俳句雑誌、ホトトギスにおいて池内氏。 篠原恩定、鈴木花美野らと並び、活躍したが、晩年は、新興派育弾圧事件の犠牲となり、俳句史上に悲しい印象を残している。1882年3月8日に、マトヤ村にて、父、ミネ吉と母、リウの三男として生まれる。地元のマトヤ人上小学校を卒業後、学をなそうと上京。 旧制日本中学校を出て1899年に東京専門学校予科に入学、卒業後は早稲田大学哲学科に進むが、後に英文科に転じる。途中、病気療養のため帰郷することもあったが、1903年に早稲田大学英文科を卒業する。早稲田大学を卒業後、広島県立広島高等女学校で英語教師となるが、1904年に、 茨城県立龍ヶ崎中学校で教鞭を取り、1907年に母校、早稲田大学に新国留学生部講師として戻った。しかし、同部の規模縮小により、翌1908年4月に職を辞することになった。失職した政法は、当時新聞記者をしていた土井春書の名で仕事をしていたが、その春書が国民新聞の吉野左衛門のに青峰を紹介し、 入社を頼んだ。左衛門のはちょうど記者を一人求めていたところだと言って、製法の採用を決め、当時小説や文芸作品を掲載する国民文学欄の創設準備中で、その主催者に内定していた高浜巨子に会いに行くように言った。こうして製法は1908年9月20日に国民新聞社に入社10月1日から始まった。 国民文学の編集部員として、挙手の部下となった。この国民新聞社には、後に、俳句雑誌、土壌を主催する、篠原音貞が社会部編集主任として、在籍していた。左衛門のと、音貞も俳人であり、国民新聞社は、俳人内閣の様相を呈していたが、1910年9月に、挙手は、俳句雑誌、ホトトギスの仕事に専念するために退職。 左衛門のとン程は、俳句界から離れていき、国民文学部青、峰和人となった。こうして聖鳳は、虚子の後を継ぎ、国民文学部長として一人で文芸欄を担当し、虚子に頼まれ、ホトトキスに文章を寄稿することで虚子を支えるようになった。そしてある日、聖鳳が、虚子宅を訪ねると暇な時に手伝ってほしいと頼まれ、新聞社の仕事の傍ら、 ホトトギスの編集を手伝うこととなった。ただ、聖鳳自身は手伝い始めた初期は、まだ俳句に関して、門外感だったと述べている。1913年、8月号の、ホトトギスに巨子はと書いて、聖鳳を読者に紹介、聖鳳に編集一切を任せる旨を表明した。過去2年間の悪党とは、巨子自身の病との戦いと神経交俳句との、 戦いを意味しており、ホトトギス史上苦しい時期に製法は編集を任されたことになる。この頃製法は国民新聞社の文芸欄の担当もしており、夜や日曜日に出勤してホトトギスの仕事をすることが少なくなかった。挙子から編集一切を任されるようになってからは、消息欄、発行職会記録、銀行記、随筆等の穴埋め的な文章を多数書いている。 西法らしい企画をホトトギスで執り行うこともあり、1917年の新年号では、ヨさの秋子や平福百水らによる専門家にヒザル人の俳句団を載せた。俳句に関しては1914年のホトトギス5月号にが掲載されて以降、翌1915年のホトトギス12月号まで断続的に1、2句程度載っている。 1914年12月11日、高浜巨市は、ほとときす12月号の市場で、読者に、主治の便宜を図ることと、運営資金とするため、現行用紙や廃会絵派がき等の販売、俳句や絵画の依頼をあっせんする、廃会堂を設立することを広告した。この広告を出した翌12日には、注文が入り、廃会堂は期待以上の繁盛となった。 当時のホトトギス社は、市ヶ谷線河原町に発行所を構え、巨市は留守番係として下山総産を雇い、自身は神奈川県鎌倉郡鎌倉町から発行所に通う、生活をしていた。廃海道の経営は、西邦と下山が担当した。翌1915年4月18日、西邦は、再上京して、ホトトギス社を訪れた、原石邸の応対をしている。 石帝は4年前に、ホトトギス社への入社を懇願するも断られ、奈良県吉野で時系の異業の手伝いの傍ら、ホトトギスの雑影に投稿して、名を挙げ、今般再び雇ってもらおうと、ホトトギス社を訪れたのであった。1920年、政法は、ホトトギスの編集の仕事を降りる。退職について、ホトトギス対を9年2月号上には、挙手名義で、 一心上の都合と触れられているのみである。細井刑事は、1920年1月22日に、国民新聞で挙手の有力な支持者であった、吉野左衛門のが死去していることと、直前の1919 19年の、ホトトギス12月号の消息欄に退社を連想させるような記述を製法がしていないことから、国民新聞社の挙手支持者の穴埋めのために、 政法がホトトギス社を退りいたのではないかと推論している。1922年1月、挙手の影響で俳句が盛んであった国民新聞社の区会である国民銀社の機関紙として土壌が創刊される。土壌は篠原音邸が主催し、政法は協力する形で参加していたが、1926年10月に音邸が成居すると政法自らが、 土壌を継承した。土壌は、当初、温厚な生活感情の句を特徴としていたが、製法が若い人の新しい意見として、プロレタリア俳句や、それに関する論文を掲載したため、昭和に入ると、新興俳句運動の流れを受け、社会主義リアリズムの色彩を帯びるようになっていった。1930年7月、土壌に ABC なるものの、 プロレタリア俳句の理解という文章が掲載され、廃談ではキーの感を持たれることとなった。ABC は、秋元自閉戦、東京産と配合を変えてきた秋元藤二雄であった。プロレタリア俳句の理解は、読売新聞文芸部長の千葉亀尾により評価され、同志の文芸欄で紹介された。これを喜んだ製法は、地平戦にもっと書くよう進め、地平戦は、 執筆意欲を高めた。なお、地平線が土壌に投稿するようになったきっかけを作ったのは、会社の同僚であった、聖邦の弟、島田まとだった。土壌は、振興俳句運動の中心となり、聖邦は、その援助者と目された。こうした、振興俳句の動きに理解を示した背景に、1933年から1941年まで、 早稲田大学文学部で講師として教壇に立ったことが影響している。聖法は徘徊研究の講義を担当し、廃育サークルの早稲田幻者、早稲田大学高等主犯部の二月堂廃育会の指導も行った。こうして若い人との接触が多く、豊富な理解力があったことが土壌で新興廃育の二大勢力となった古屋かやおと東京おを,を支えたと考えられる。 この頃、息子の陽一が、早稲田大学に進学、早稲田俳句を立ち上げ中心人物として活躍した。巨子のモンテーラは、聖鳳のこの行動を、オガール巨子に弓を引いたと考え、水原修央氏は、自身の主催する雑誌、足火において、天地が安全に崩れるとも無気俳句を容認すべきでは、ありませんと10歳年上の聖鳳に忠告を発した。そして1930年に、 政法は、ほととぎつ人から除名された。1940年は、紀元2600年の記念の年であった。その陰で、日中戦争の意義を問うた、衆議院議員の斉藤隆夫が、除名処分にあったり、古代試験級の権威津田総吉の東京帝国大学講師就任が、右翼団体の圧力で取りやめになるなど、各界で、穏やかならぬ動きがあった。その動きは、 俳句会にも忍び寄り、2月15日に京都府警察部は兄弟俳句の幹部8人を一斉に逮捕した。これが新興俳句弾圧事件の第一次逮捕である兄弟俳句事件である。当時この事件は新聞で報道されず、俳句雑誌にも掲載されなかったため、情報が正確に伝わらず、俳句会を噂話が駆け巡った。関西での事件であったが、 東京にも波及するのではないかという不安や、東京は大丈夫だろうという楽観誌が在京の廃人の間で広がった。この頃、西方は土壌にて、東は新秩序建設の新体制に即応する、俳句報告という統制の自流に乗った文章を発表し、伊藤月層が日本俳句作家協会の結成を呼びかけると、俳句研究史上で賛同の意を表明した。 そうした立場の転換とも言える行動に出た背景には、身に迫る危険を感じ、早稲田大学講師、国文学者としての立場、地位を守りたい、という気持ちがあったからだとされる。しかし時すでに遅く、1941年2月5日、第4次検挙により、弟子の東京3、古谷茅を含む12人と共に逮捕された。土壌に、進歩的思想ありとされ、 治安維持法で検挙されたのである。警視庁特別高等警察と浅田警察署の刑事3人が逮捕のため、牛込区若松町の自宅にやってきたとき、政法は風で寝込んでいた。病気かつお痛みの政法を、刑事は容赦なく連行し、それが病をこじらせることとなった。留置場生活から約半月、肺結核が再発、午前4時に拡血するもなんだの。 出当てはなく、昼過ぎになってようやく、東京女子医学専門学校から医師が呼ばれ、相当の重感と診断を受け、夕方に、寝台車で帰宅を許された。この時、飼うことさえできないほどの体となっていた。この検挙事件を挙手のモンテーラは、修王市の警告を無視し、信仰俳句派の若造たちにお立て上げられていい気になっていた天罰だと囁いたという。 そして主催者の政法と主要作家の検挙により、土壌は廃刊に追い込まれた。政法逮捕の背後には、息子の陽一が編集を担当し、当時150万部を発行する日本最大の雑誌、家の光のハイクランの戦者の座を、小野武士が政法から奪うために暗躍したという見解がある。陽一は父の逮捕後、 中央市と富安風生に戦者を要請するも断られ、風生の推薦した武士が戦者となった。釈放後、自宅での療養に入るも、戦時中で十分な医薬品、栄養、燃料を得られなかったばかりでなく、文下生からは連座を恐れて絶縁を申し入れられ、見舞いの客もほとんどないという不遇の生活が続いた。結局、病状が好転することなく、 釈放から3年が経過した1944年5月31日に62歳で亡くなった。亡くなるまで一度も立つことができなかった。聖法期は夏の季語となった。聖法死去の法を受け、弟子の東京さんは葬儀に馳せ参じたが、その席に俳句の関係者はほとんどなく、近所の住民を除けば加藤武夫、本間久を、 日高田大地らが昇降した程度で弔問者も少なく、葬儀は換散としていた。死であった巨子は葬儀に参列しなかったが、奥闇上と香典を送った。遺族の中からは、ホトトギス同人から聖鳳の名が削除されたことを根に、持ち、受け取りを拒否すべきだという意見もあったという。聖鳳は、島だけの三男である。父、峰吉は船問屋を修行とし、造船所も営んでいた。 加えて、田畑を所有しの作業もしていたが、力仕事は不得意で、田んぼの中に突っ立っていることもあった。1914年5月に、峰吉が亡くなった時に、巨子は、朝伝で、兄弟のモニコモリネルカや一つという句を送った。兄のウレい風、弟のマトウラ、息子の陽一も廃人である。ありがとうございます。